袖口スリットの縫い方を説明します。袖の場合は袖口を先に出来上がりに合わせてアイロンで折り癖をつけておきます。中表に袖を半分に折っていきます。待ち針で留めたら袖下をスリット止まりまで縫っていきます。袖下がスリット止まりまでミシンで縫えました。縫い代は1枚ずつロックミシンをかけます。袖口の縫い代にもロックミシンをかけておきます。縫い代にアイロンをかけていきます。縫い代は割ってアイロンをかけます。スリット部分も出来上がりに合わせてアイロンをかけます。スリットの角を縫っていきます。袖口の縫い代は広げてスリットの縫い代を中表に折ります。待ち針で留めたら袖口の出来上がり位置をミシンで縫っていきます。両側のスリット角がミシンで縫えました。縫い代に切り込みを入れていきます。ミシンステッチから1センチぐらいの位置に切り込みを入れます。出来上がり位置で縫い代を切り落とします。表に返していきます。縫い代が見えている場合は中に入れ込んで待ち針を留めていきます。待ち針で留めたらミシンでスリットをコの字に縫っていきます。スリットを縫う時のポイントです。袖は表に返して中側を見ながら縫っていきます。スリットがコの字で縫えました。次に袖口をミシンで縫っていきます。袖口がミシンで縫えました。端の部分はスリットのステッチで縫い止まっています。袖口スリットの完成です。